それではクエン酸回路カルビン・ベンソン回路について出てくる物質の炭素の数を確認していきますまずは呼吸について見ていきますクエン酸回路を見てみる前にまず解凍系についてさらっと解説します解凍系は細胞質・基質で起こる反応ですこちらが解凍系の流れをざっくり描いたものですグルコースがパカッと2つに割れて h 取取らられれてていいいまますすすここのの黄色い矢印のところですね H が取られていますちょっと解凍、えっと、系のねあの ATP の生成についてもねちょっとだけ、えっと、復習しておきますねまずはじめにね一番上の、えっと、矢印だけど、ね、2ATP が使われますね 2ATP が使われちゃいますでその後え左下と右下ねそれぞれ 2ATP ずつ生成されるね 左下で 2ATP 生成、ね。右下の 2ATP 生成。ね、2たす2の合計 4ATP が生成されます。ね、初めに 2ATP 使われるんだけど、後から 4ATP が生成するから、差し引き 2ATP が生成されることになります。では、炭素の数を追ってみましょう。炭素を6個持つグルコースが2つに、ね、左と右に分かれてますんで、できたピルビン酸は 3つのね。3個の炭素を含んでいることになりますね。6個のね。お団子の櫛ね。それをバキッとね。折ったらね。3個のお団子の櫛がね。2つできますよね。で、ね、それとね見たイメージです。では、クエン酸回路について見ていきます。クエン酸回路はミトコンドリアのマトリックスで起こる反応です。じゃあね、えっと。さっきえっとできた。ピルビン酸をね。スタートとして見ていこうね。1番上の黄色い矢印ね。ピルって書いてあるよね。 あれがピルビン酸ですそれでねまずはあのクエン酸回路のね登場人物ね覚えてしまいましょうまずピルビン酸がアセチルコーエに変わりますね。汗と書いてあるのがアセチルコーエですあとは語呂合わせで、えー、もう流れ覚えてしまいましょうね、えー、右下に書いてあるんだけども、えー、焦ってクエン酸蹴飛ばして怖くなり踏まれたリンゴを置き去りにするね、えー。焦ってアセチルコーエークエン酸クエン酸蹴飛ばしてアルファケトグルダー酸怖くなり琥珀酸 踏まれた踏まるさんリンゴをリンゴさん置き去りにするオキサロサクさん焦ちるこえールね、クエンさんアルファケトグルドラさん琥珀、ねえー、さん踏まるさんリンゴさん置きサロサクさん、ね、この流れねまずねこ呂合わせで覚えちゃおう、ね、焦ってクエンさん蹴飛ばして怖くなり踏まれたリンゴを置き去りにするでは炭素の数を見ていきますまずピルビン酸の炭素数は三個でしたね、この C3 と書いてあるのは C つまり 炭素を三つ持ってるよ、という意味です。さっきの復習ね。ね炭素を六個持つグルコースが、ね、二つのルートに進んでいった。六、ね、個が二つに分かれたから、ね。炭素は三個と三個、ね。ピルビン酸は炭素を三つ持つんだよね。そして、ピルビン酸がアセチルコ A になるときに、Co 2が一個取れて、炭素数は二個になります。アセチルコ A の炭素の数は二個。 ね、CO2 には炭素が1個入ってるよね CO2 だからね,ねそれが取れて炭素数は、ね、ピルビン酸は3つ持ってた、ね、CO2 が1個取れちゃうから3-1の2個、ね、アセチルコ A の炭素数は2個ですこれはあの覚えなくていいです、ねあのえっと、ピルビン酸がアセチルコ A になるところです、ね、ピルビン酸が細胞質基質から、ね、ミトコンドリアに入って、ね その時、CO2 が抜け、NADH ができて、で歩行素栄とくっついて、でアセチルコエができます。そしてアセチルコエはオキサロサクサとくっついてクエン酸になります。ね黄色い矢印のところですね。はじめにできるのがクエン酸だからクエン酸黄色って覚えておいましょう。オキサロサクサは四個の炭素を持ちます。でアセチルコエは二個の炭素を持ちます。ねだから四足二でクエン酸の炭素の数は六個です。 そしてクエン酸から α ケトグルタル酸になる時にねまた α ケトグルタル酸が琥珀酸になる時に CO 2が抜けて炭素数が減っていきます。クエン酸は6個の炭素を持っていたけど連続で2回 CO2 が抜けて炭素数は4個になりました。これで元通りだねオキサロサク酸の炭素数は4個だったもんね。 co。2は初めの3回で抜けてしまうと覚えとこうね。co。2は初めの3回で抜けてしまう。co。2がね。あの3回抜けるなんてね。暗記できないよねえ、4回抜けるとか5回抜けるとか思っちゃうね。思っちゃいそうだってね。あの、ちょっと思っちゃうかもしれないね。え、ね、だけど。でも呼吸のね。あの式見てみれば、あのグルコース1個から co。2は6個生じていたよね。 グルコース個個からは6個、ね、生じていたよね。グルコース1個からピルビン酸が2個生じるわけだからピルビン酸1個につき CO は3個出てくるはずだよね。ねピルビン酸個個につきはは出てくるはずだよね。それに、えー、C をね3つ持つピルビン酸が入ってきてねそれでこのクエン酸回路はずっと働き続けなきゃいけないんだよね。だったら3個の炭素が入ってきたらね3個の炭素が入ってきたら 3本ペットボトルを部屋に持ち込んだら3本のペットボトルを部屋から外に出さないと、ね、部屋がペットボトルだらけになっちゃうでしょ。ね。ね。まあこんな感じでね、まあ、初めに3個取れちゃうって覚えちゃおう。ね。ピルビン酸からアセチルコウエが出来るときクエン酸からアルファケトグルタル酸ができるとき。 ね、アルファケトグルタル酸から琥珀酸ができるときねもうこの初めの方の3ステップでねもう3つの CO が取れちゃうんだってね覚えちゃおう次に NADH や FADH ができるところも見ておこう NADH が出てくるのはピルビン酸からアセチルコ A ができるときクエン酸からアルファケトグルタル酸に進むときアルファケトグルタル酸から琥珀酸に進むときあとは最後のリンゴ酸からオキサロサク酸に戻るとき ね、この最初の三回と最後の一回、ね、そこで NADH が出てくるよ FADH2 が出てくるのは琥珀酸からフマル酸ができるときだ、ね、でもこれはツンベルク管を使った、ね、実験の、ね、入試問題によく出てくるから、ね、そのうち覚えちゃいます、ね、FADH2 が出てくるのは琥珀酸からフマル酸ができるときです NADH も FADH2 も何にも出てこないのは ふまるさんからりんごさんさんからリンゴさん、ね、ここのステップではね NADH なんかは出さないね、まあ、まあ語呂合わせだけど、まあ、NADH をお金に例えてねふまれたりんごは金を生まないねふまれたりんごは金を生まないねふまれたりんごふまるさんからりんごさんに移る過程ではね金を生まないね NADH なんか出ないねそういうふうにね覚えちゃおう。えー、これは えー、高校の範囲を、ね、あの少し超えて、ね、少し詳しくクエン酸回路を描いたものです。ね、丸いボールは炭素を表してます2個の炭素を持つアセチルコエね一番上だね2個の炭素を持つアセチルコエがオキサロサクサンとくっついて、ね、6個の炭素を持つクエン酸ができる。で連続で炭素が CO として取れて炭素を4つ持つコハク酸ができる、ね。そしてまたオキサロサクサンに戻って回路はずっと、ね、動き続けるんだね。 じゃあ次に光合成について見てみます。これが光合成の概要です。光エネルギーを使って ATP や NADPH を作る。ね、その際水が分解して酸素が生じる。ATP や NADPH はカルビンベンソン回路における炭水化物の合成に使われる。ね、これが光合成です。ではカルビンベンソン回路について見ていきます。ね、カルビンベンソン回路は葉緑体のストロマでね行われる反応です。 まず CO2 は RUBP ねリブロースビスリン酸とくっつきます RUBP は炭素を5個持ってます CO2 には炭素が1個入ってるから 5+1=6 ね66個の炭素を持ったものができますでもねその6個の炭素を持ったものはすぐに2つに割れちゃって2つの PGA ホスホグリセリン酸ができますね 六個の炭素のね鎖はポキッと二つに割れてね三個ずつになります。PGA は炭素を三つ持ってます。こんなイメージですね。r u b b は炭素を五個持ってるねそこに CO2 が一個ねくっつくね炭素が六個つながったものができるんだけどそれはすぐに二つに分かれて炭素三個持った PGA ができる。PGA は GAP ね。 グリセルアルデヒド酸リン酸になります。ね。さらにそこから再び RUBP が再生するので回路はぐるぐる持続的に回ります。GAP の一部は炭水化物の合成に使われるので回路から出ていきます。カルビンベンソン回路を少し詳しく見てみるとこんな流れになってます。ね。まず RUBP と CO2 の結合、ね、上のとこだね。この反応にはルービースコっていう酵素が働いています。 rubp は言ってみればね。co2 の受容体ですね。次に pga は gap に変換されますね。この反応では atp や nadph が必要です。そして、gap から rubp が再生します。ここでも atp が必要です。co2 の受容体である rubp が再び供給され、回路は持続的に働き続けます。 最後に余談ですがよく出る入試問題についてもさらっと触れておきますもし CO2 の供給を急に止めると RUBP が蓄積し PGA が減少しますツ、ね、のところが、ね、進めなくなる、ね、通行止めになるんで、ね、通行止めの直前に渋滞ができるよね,ね RUBP が蓄積します、ね、一方で PGA は次の、ね、ステップに、ね、進んでいきますから PGA は減少します 今度はね。co。2ではなく、光の供給を止めているね。co。2ではなく、光の供給を止めると atp や nadph が供給されずね。今度は図のバツのところが通行止めになりますね。バツのところが通行止めになるわけですからね。その直前に渋滞ができるね。pga が蓄積します。通行止めの直前にね。渋滞が起こるね。一方で rubp は減少します。では、ご清聴ありがとうございましたね。ちょっと難しい話だったけど、復習してみてください。